久保さん。久保さんは中村天風ですね。僕、中村天風の最近朝、朝一で中村天風を聞いてるんですけども中、中村天風のね、話もまたちょっと動画撮ったんですけど、まあ、欲の話をしてまして、なんかその、インドか、エジプト、え、どっかに修行行ったんですね。で、その修行では、欲を捨てろと。欲は人をダメにするみたいなね。 で、そういう修行をしてたらしいんですよ。で、中村添風は考えたわけですよ。待てよ、と。こ欲を捨てたいという欲なんじゃないか、と。で、中村添風は気づいたわけですよね。あ、欲、みんな欲まみれだな、みたいなね。<laughs> 面白いですよね、このパラドックス。欲を捨てたいという欲って面白いな、と思って。まあ、動画撮りましたけど。 ま、久保さんのね、野球の話も面白かったですね。確かにそうですね。うん、確かに自由っていう概念を入れた場合、その、楽しんでやってる方の方が勝てるかもしれないですよね。でも僕はね、今、久保さんのステージはなではなく、隠居会を広めてるわけではなく、ビジネスを教えてるので、ビジネスの場合はちょっと違うんですよね。 だからこれは何だろうな。結局その何で生きるかによって変わりますよね。うん。だから僕は自分でビジネスをして生きていくっていうスタイルなんで今ステージとしてね。もうビジネスしなくても別に生きていけるっていう状態。うん。まあ僕はホームレスにはなりたくないので、まあなったらなったで楽しめるとは思いますけども、うん。やっぱあの布団で寝たいですし、 やっぱり風呂入りたいですし、うーん、欲ありますんで、風呂入りたいっていうね、欲だったりとか、布団で寝たいっていう欲があったりとか、やっぱそれはあるので、うん、ホームレスになったら、あーのー、辛いでしょうね。でも、解釈の仕方によっては、あー、幸せに生きられるかもしれない。だけども、欲は、あるので、うん、そう、食べ物食べたいとかね。 ラーメン食べたいとか、<laughs> なんか <laughs>、うーんう。ただ、これね、イチロー選手がね、その教えてイチロー先生っていうのがあって、子どもた,たちにね、イチロー選手が解く YouTube があるんですけど、ある子供がね、イチロー選手に、あの僕、あの将来お寿司屋さんになりたいですみたいな。で、イチロー選手が、その、 いうわけですよ何、うん、て言うかっていうと、うん、好きでやるのはまあいいんだけども僕はあの野球はプロになってから好きではないとでプロの世界で戦っていくっていうのは好きとか嫌いとか、まあ、言葉はちょっと違うかもしれないですけどちょっと忘れ,た忘れましたけど要はプロっていう世界はそういう次元ではないとだから好きだけでは できないよという話をね子供に説いてたんですけどでもまさにねそれはメジャーリーガーメジャーリーグっていうねあそこの場で何十年も戦っていろんなメディアにね記録だどうのこうのっていうふうにかあのすごいスタースターっていうスターになった人しかもそれを永続的に続けてきた記録を塗り替えてきた人の言葉として僕はもうまさにそうだなと思いますねまあこの億万長者合宿でもね ビジネスは奪い合いだと久保さんが言ったりとかビジネスってあんまくないのでなんで僕はあのビジネスで勝ち抜いていくっていうことであるならば、あのー、試合で勝つっていう意識がないと、まあ、無理だなとでもこれが自由っていう概念で楽しんでやるっていう概念であるならばそれは楽しくできるかもしれないけどもじゃあ試合で勝ち続ける甲子園で優勝する っていう、その、そこにはいけないと思いますね。ただ楽しんでいる。いいよ、エラーしても OK。楽しんでやろうぜ。で、甲子園で優勝できるかっていうと、多分それは無理だと思います。でも、甲子園に行く、甲子園で優勝することが人生の全てではない。野球を楽しむんだっていう概念であるならば、それはそれで、それは、あのそれはそれでいいと思いますし。だから結局、その、久保さんの言うとり、解釈は無限なんですよね。うん。ただし、 解釈は無限ではあるけれども、ビジネスで稼いでいくっていうことであるならば、それは違う概念を入れなければ、違う解釈でやらない限り無理だと思いますね。うん。だって、選ばれないといけないですから。ね。いっぱい、その、本に関してもそうじゃないですか。本とか、まあ、すべてのものですね。このバッテリーもそうですよね。モバイルバッテリーみたいな。もう無限にあるじゃないですか、モバイルバッテリーなんか。じゃあ、 どのこれを買ってもらうために企業さんはね試行錯誤して他社と差別化してまあ価格だったりとか付加価値だったりとかこれってね久保さんすごいんですよまずこれね充電こうついてるんですねこのままいけるとでしかもここね、えー、これこの,こ,のきこれねすこれをすごいなと思ったんですけどこれこういうこのあれじゃないですかでもこれってケーブルなんですよ iPhone のケーブル、ね、なんかこれちょっと引っ掛けのやつかなと思ったらこのケーブルっていうねでしかもこれケーブル以外にもこの USB-A 端子と USB-C 端子も両方ついてるんですよだからこれ1個で本当に1個入れとけば <laughs> まあコンセントで充電できるしすぐケーブルもだから僕いっぱい持ってたんですけどケーブルめんどくさいんですよ充電する上でケーブルつ,けつなげないといけないし あ,じゃあバッテリーを充電するのにケーブル必要だし、なんやあや、iPhone を充電するのにケーブル必要で、2つケーブル必要なんですよね。でもこれはもう何もいらない。もうこれ1個あれば iPhone 充電できるんですよ。ね、まあコンセントはまあどこでもまあまああるじゃないですか。バーンってやって。っていう差別化してますよね。これ1個でもういけると。しかもそのケーブルをちょっとね、車両ツにまとめてるっていうね、こうやって。これケーブルなんですよ。iPhone の。すごいですよね、これ。 僕これで選んだんですがすげえなしかもこれね久保さんこれもすごいのがまあもう一つの決め手がこれを充電しながら充電できるんですよどういうことかっていうと iPhone に充電しながらこっちの充電もできてるっていうだからまあ旅行先とかでねこう充電するじゃないですかでこっちのバッテリーも充電したいし iPhone も充電したいわけですよねだからこっちそ,それができるわけです こっちのバッテリーも充電しつつ iPhone もこ充電できてると両方充電できるハイブリッドで充電できるっていう、まあ、これすごいいいですよねっていうね差別化をしてるわけじゃないですかで僕はそれを選んだわけですよねだからそのビジネスで稼いでいくんであるならば例えば、まあ、久保さんもね3年で1億稼いだ時はどうやったら集客できるかなとかどうやったら目立てるかなとかねだってコメント確認しても なんでコメント書いてたかっていうと、と,とりあえず何もないけどあの、知ってもらわないといけないから、広島の久保ですみたいなね。だから前ね、あの久,保 <laughs> 久保さんがね、めちゃくちゃ笑顔でね、吉谷さんこれめっちゃいいでしょうみたいな。<laughs> 吉谷さんこれめっちゃいいでしょっつってね、あの今は違うと、キットだったからな。今ちょっと変わってると思うんですけど、ここのね、こ,こ,の,ねこのカバーに即果塾っていうシールがあってね、吉田さん。 これね、セミナーとかで、これ写真撮るじゃないですかと。で、写真撮るたびに、この即果塾が見えるんですよ。これすごくないですかみたいな。超ニヤニヤして自慢話するんですけど。<laughs> あ、確かにね、と。セミナー行ったら写真撮るんで、即果塾こう絶対出るね、みたいなね。<laughs> でその考えてるわけですよね。ちょっとでも速果塾をこうねあの、どのシーンでも即果塾を見せるみたいなね。すげえなと思いましたけどね。確かにな、みたいな。で、久保さんのね、広島の前の事務所行った時はね、 あのドアの前にそっかしこうやって書いてあるわけですよ。そう。ただそのビジネスで稼いでいくんだであるならばあの考えないと無理ですよ。無理。無理。それは無理。うん、でもビジネスで生きていかないんであるならばいろんな考え方でいろんな、えー、生き方がありますよっていう話ですね。ただ僕はビジネスを教えてるんで思考は実現化すると。思考しなければいけないと。考えて行動しろと。 そうしないと無理だよと、うん。永続的に稼ぎ続ける。だって時代も変わるわけじゃないですか。時代も。じゃあトヨタもね、トヨタも最初、その,あの布,布かなんかじゃないですか。なんかわかんない、トヨタ食器かわかんないですけど、なんかやってて。で、時代が変わり変換し始めて、変えたわけですよね、考え方を。ね。今まではこれを一生懸命作ってたけど、時代が変わった瞬間に、いや、これからはちょっと。 あのうん、車なんじゃないかと。<laughs> えー、全然ちゃうやん、それみたいなね。まあ、すげえ反発あったらしいですけどね。だけど、結局どうですかと。今、トヨタね。一応、日本の中でも世界で一応まだ入ってる会社ですよ。何兆円企業ですよね。でも、その時にトヨタが考え方を変え、時代の流れを見て考え方を変えなかったら、今、トヨタはないですよ、うん。時代に応じてね、 あの変化させないと。変化させる考え方がないと。生き残っていけないですよ。じゃあ、ポケベル作ってた会社がね、いや、まだポケベル売れるんですつって、それやってたら、ポケベル売れますか売れないですよ。ポケベル買いますか買わないでしょ。僕絶対買わないですよ。最新のポケベルです出てきても。買わないです、ね、<laughs> もはやポケベルあっても、いや、iPhone あるやんと。<laughs> これでえやんってなるんで。そうだ、ビジネスで、 稼ぎたいんだったら、うん、考えるってことはマストですね。うん。試合で勝ちたいんだったら考えることはマストです。これは。うん。だ思考は実現化するではなく、もはや思考はマストであると。<laughs> ビジネスでやるんだったらね。でもビジネスをやらないんだったら、別にいろんな解釈の仕方があるよと。うん。うん。あと久保さんが言ってたその、あの、だから一郎選手も、 だからその楽しく野球ができなくなってしまったそれはある意味不自由ですよねでもある意味不自由だけども他の人が手にしない世界的な記録だったりとか他の人が手にし目に見えあ他の人が絶対見ることができない景色を見てるわけですよだから例えばあのエベレストの登山をするまあ登山家がね 目の前に山があるから山は登りますみたいな話がありますけど、じゃあエベレスト、命かあの死ぬ可能性あるし、死んでる人もたくさんいると思いますけど、エベレストを登った人しか見えない景色っていう感動だったりとかね、手に,しない手にできないものがあるわけですよ。その人にしかわからない。だけど、はたから見たらかなんでそんな命張って、何になるのっていう解釈の仕方もあるわけじゃないですか。でも、命張っててもエルベレストの山を登る人にとっては、 登った後のそのうん価値ですよねその人しか分かんないものがあると。だからどう解釈するかと。その人はエベレストに登るっていうことが非常に自分の人生にとって価値がある。でも解釈の仕方では命張ってまで山なんか登らなくてもよくねえと。<laughs> 家の中で動画撮ってた方がよくないみたいな <laughs>。っていうのもあるだろうし。だかだこれ人それぞれ、生き方は人それぞれですよ。うん 人それぞれ価値の感じ方も違うし。だから、どこの世界見てみたいですかっていうのでいいんじゃないですかね、久保さんね。どの世界見てみたいですかと。うん。それでいいと思いますね。あなたはどこの世界を見たいのかと。で、この世界に行きたいんだったら、例えばネットビジネスで稼ぎたいんだったら、それやるしかないでしょいっぱい。まあ、ネットビジネスじゃなくても全てに共通して言えることですけども。 うん、目の前のことをもうガンガンやっていかないと勝てないですよ。うん、逆に言うと目,も目の前のことをガンガンやる人が少ないんで、まあ、やれば勝てるんですけど、うん、これメジャーリーガーで叩くとかだしてね、久保さんがね、メジャーリーグに行きますとか言い出しても、うん、めちゃくちゃ世界一で努力しても、まあまあ難しいですよ、今からね。<laughs> ねこれはね、だから、まあ、やっても稼げるんですかみたいなね。 やってもメジャーリーグ本当に行けますかみたいな。さすがにそれちょっと難、まあ、不可能じゃねえみたいな。っていう解釈を僕しちゃうんですけど、でもそれをかそう解釈しない人もいるでしょうね。例えばビジネス世界で言うならば、カーああケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダースをね、60過ぎてからね、<laughs> 60過ぎてから車中泊して全米回ってね、あのこの焼きと、あのチキンのね、 上げ方あのやり方いいですよって言ってて言ねあの売り込んでね何,回何千回断られてもね1000回以上断られたのが <laughs> 結果的に、まあ、採用されてねで60過ぎてから起業して今どうですかともう全世界にフランチャイズでケン・フライト・ド・ド・チキンあるじゃないですかすごくないみたいな、うん、ただねそのなんだろうな スポーツの場合だと、やっぱ体力的なそのアッパーがやっぱ限界値があるので、まあちょっと違う部分ありますよね。まあただし、まあ概念としては、まあいろんな捉え方ありますよね。うん。ただ、久保さんどう思いますかね久保さんが今から世界一努力して、宇宙一努力して、メジャーリーガーで大谷翔平になれるかと。久保さんは大谷翔平になれますかメジャーリーガーでホームランバンバン打てますか今から超筋トレして、世界一努力して。 これね僕ね、僕はすいません、不可能だという思考になっちゃいますね、これは。<laughs> ただし、ビジネスはいけると。ビジネスは <laughs>、うん。だって、僕が教えてるのって、カメラに向かってしゃべるとかね。いやこれって、なんかそんなに体力いいのかなみたいな。<laughs> それに比べるとね。うん、だから、その、なんかできることあるよね、と。年取ってもできることあるじゃないですか。 うん、できることでも、あのビジネスでやることできるので、うん、そうまあ、久保さんはね、中村添風ですね。すごい。うん、やっぱ、あれですよ。あの、やっぱ、隠居会、隠居会の、隠居会ですね。<laughs> 僕、すみません、隠居会ではないので、ビジネスの会ですから、今。コンテンツビジネスの、あの、 教えてるので、はい、まあ本も出してますしね僕はまあ本出した瞬間に僕はまあ,あのこれが名刺になったわけなんで僕の中ではなんかまあこれを教えるっていう、うん、まあ自分の中で腹くくったというか逆に言うと教えるってすげえ大変なんですよだからあの確かに僕自由に生きてる部分ありますよ久保さんも自由に生きてる僕も自由に生きてる部分あるんだけどぶっちゃけ言うと久保さんより不自由です あと教えるって超大変ですから。うん。で、まあと、コンテンツビジネスで売り上げ作っていかないといけないんで、しっかり売っていかないといけないんですよね。で、売るという責任だったりとか、売った後の責任がめちゃめちゃいっぱいあるわけですよ。で、人をどう動かしていかないといけないし、自分も動いていかないといけないんですし、だからある意味僕は不自由なんですよね。捉え方によっては。でも、サラリーマンと、サラリーマンに比べたらめちゃ自由なんですよ。な <laughs> 僕は、 ななんだろうな僕が行き着いた答えはあの「ヒカキンにはヒ,ヒカキンは目指さない」「前澤社長は目指さない」何、うん、だろうな「こ、うん、じんまりやってこじんまり自由で」っていう <laughs> こんまり自由みたいなねこ <laughs> じんまりやってあの自由で生きるっていう僕のは行き着きましたよねだからその、まあ「鴨頭さんとか人気者になりたい」みたいなね なんかあったらしいんですけど僕は人気者でもなく有名人でもなくあの自分のテリトリーの中でもう再生数少なく目立たないけどもじしっかり売ってしっかり自由に生きてるとまあだからそうそ僕はそんな感じですかねうんただまあビジネスをやっていくためにはある程度のアクセスは必要ですからじゃあ僕はそのアクセスを稼ぐために何をしてるのかっていうと本数をめちゃくちゃやってるってことですね 一本あたりは本当に少ないですけども、まあもう2万本になってる。もう2万本ぐらいだと思うんで。うん。だからアクセスは必要ですから。ね。集客ゼロで売れるわけないじゃないですか。うん。だからでも、一本あたりのリーチは少ない。だから目立ってない。一本あたりはね。だけど数がいっぱいあるんで、ちょい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 来るっていうね。このね、アリ戦略ですね。なんか、目立たずアリでこっそり、こっそり稼ぐみたいな。そう。 そんな感じです、ね、まあゴキブリ戦略と言ってもいいかもしれないですね、うん <laughs> はい、まあ久保さんのあのとこまでいけるといいんじゃないですか皆さん本当にあの隠居会ですから <laughs>、はい、でも隠居しててもビジネスしてますからね久保さん売ってますから、うん、まあいろいろありますねいってらっしゃい